はい、今日はね、怒り狂った野郎の動画なんですけど、皆さんね、イエローカット分かりますよね。この先イエローカットになりますけど、世の中ね、イエローカットを知らない人がやっぱいるわけですよ。よくさ、遊び行くわけだけど、まあ、仙台にしても大阪、名古屋行くけど、ほんとね、地方に行けば行くほどイエローカットって守られてないよね。思わない？大阪なんてだってバスの運転手がイエローカットするぐらいだからね。バックしてイエローカットしてるの見たところびっくりしたよ、俺あれ。ねえ。で、まあ、これからの動画は、私がバイク乗ってて、イエローカットの車がね、いきなり突っ越してきて、俺が突っ込むって動画なんですけど、まあ、それにね、まあ、文句言うわけじゃないですか。それで一回逃げるのよ。もう逃げなきゃおとなしくなっちゃうのにさ。逃げてってさ、それでとっ捕まえてさ、お前この野郎って言ったらさ、ねえ、ちょっと今文言出てこないけど、すげえんだよ。なんかお前が後ろから、こんなスピードで来るからいけねえんだよな、なんて言い始めてさ、いや、全然スピード出てねえんだよ。うん、40キロとか50キロなの、法定速度以内なんだよ。ね、だから俺が聞いたの、じゃあね、100歩譲って、じゃあ俺が90キロ出てたとしようって。じゃあ出てたからって、イエローカットで、車線変更禁止で、車線変更していいんですかって言ったら、いや、俺はお前を避けるためにどんどん来るんだから、なんかわけわかんないこと言い始めて、なんか、精神疾患、患ってる人ってこういう人なんだなと思ったよね。で、まあ、その後警官が来て、で、たまたまさ、知らない土地なのにさ、知り合いの警官がいてさ、お、久しぶりじゃないですか、移動したんですかみたいなこと言ってて。うんでさ、で、その後も交通の人間になんか30分ぐらい説教されてたっつった。うん。すごいよね。このイエローカードだ、これ。この進路変更禁止。これで進路変更してさ、後ろから来たバイクと事故ってさ、俺は悪くねって言い張るんだよ。いや、そんなもう人身事故ですよね。いや、当たり前ですよね。ねえ、まあ、その知り合いの警官も言うけどさ、その場でさ、あ、ごめんごめん、ほんとごめんとかさ、悪かった、見てなかったとか、いやさ、おとなしく終わるものもさ、逃げた挙句に俺は悪くねえんだ、お前が悪いんだなんて言われたらさ、ねえ、女のお前勘弁しまくらちおこでしょ。ねえ、とかもう人身事故にしちゃって。まあ、あれ一発免停じゃね？話になんないでしょ。ねえ。でも本当に、交通法規っていうか、まあそういうのを本当に知らないで運転してる人いっぱいいるんだなと思ったもん。だってだよ、進路変更禁止をさ、禁止区域で進路変更して事故ってさ、俺は悪くないんだって普通言えないでしょ。ねえ。まあちょっとね、まあ最初話した感じも、ああちょっと、ああこいつ頭足りねえんだなみたいな感じの話からだったから。まあ私のさ、今までのいろんな動画あるじゃないですか。ドーベルマンとか、まあいろんな、背の低い、なんだ、キャラバンとか、まあいろいろあるじゃないですか。俺はそいつに合わせた喋り方でいつも話すのよ。で、そいつがガーって言ってきたらこっちもガーって言い返すし。ね。いつだから川崎かなんかの動画だと、まあおとなしい子にはさ、まあ普通にこっちもおとなしく喋るしさ。ね。ああ、飛行機だ。もうそんな感じ？ね。ねえ。おとなしくて、はい、すいません、ああ、みたいな言ってる子にさ、怒鳴り散らしてて面白くないじゃん。そういうわけのわかんないこと言ってくるやつに対しては、もうこっちはね、もう怒鳴り散らしてさ、ね、っていう動画があるんですけど、でもほんとね、ドライブレコーダーってね、もうあって絶対損はしないよ。だと思わない？これだってカメラなかったらさ、もう大変なことになるよ。ああでもない、こうでもないっつって、だからこういう異常者で当たると。ね、2キロ先首都高速マイスは、まあ、ちょっとここで話も長くなっちゃうんで、あれ、いや本当すごいよ、本当に、ああ頭いかれてんなって感じね。じゃあよろしくどうぞ。あんた体に今、たまたま当たったんでしょ。お前あそこ車線変更禁止だからな。そんなこと言ってあの状態。車線変更禁止だからな。しょうがないじゃない。じゃあお前止まれよとにかくよ。どうしてあんだけスピード出してくる必要があるんだよ。そりゃスピード出すだろお前、信号青なんだから。だからそれをやって。あ、お前逃げたらお前これ警察呼ぶからなお前。逃げるとかそんな。ごめんなさいが言えねえのか。車線変更禁止だぞ。ごめんなさい。いいから止まれよお前一回よ。
知らねえじゃん、急いでるから車線変更禁止で禁止、お前ぶつけていいのかよ。ぶつけてなんていないよ。カメラついてんだよこっちはよ。ぶつけたって君の方がぶつかってきたんだろ後ろから。お前、おい、じゃあお前警察呼んでやるからな、お前は。そういうことしか言えねえんだったらお前は上等じゃねえか、お前よ。おい、君の方がおかしいよ。おい、おい、道路交通法の第26条の2項、進路変更する際は後続車の進路を妨害しちゃいけないんだよ。そうだよ、だけどお前しかも黄色の車線だからな。スピードアップするのは君だよ。黄色の車線だからな、そもそも黄色の車線でもスピードアップするのは黄色の車線だからな。そういう意味でさ、やっただけのことだ。おい、やめないか、こんなことバカバカしい。ふざけんなてめえよ。おい、お前当てて逃げといてガタガタ言ってんじゃねえよ。はい、バイク。で、いや、車線変更禁止のところで車線変更してぶつけといて、そのまま逃げてんすよ、こいつ。あ、お巡りさん、すぐに来てください。わかりました。お巡りさん、すぐに来てください。はい、お願いします。お巡りさん、すぐに来てください。はい、お父さん、そもそも車線変更禁止だから。お父さんというかね、君よりはるかに年齢上だよ。だからなんだよ。お父さんなんて言い方するな。だからなんだ、おい。車線変更禁止なんだよ、そもそも。車線変更禁止だと言ったって、あなたがスピードアップしてきたから左に入る。それ信号青だからお前行くだろこっちはよ。だけどスピードアップ、お前そんなんで世の中通じると思ってんのか。80キロから90キロ、場合によっては100キロです。出てねえ、そんな出えよこのバイク、バカ野郎。じゃあ何か、じゃあ、じゃあいいよ、分かった。じゃあ、あんたの言う通り80、90出てたとしようね、出てたとしよう、はい、じゃあ何、車線変更禁止のところ車線変更しよう。車線変更と禁止じゃないよ、あれ自体は。黄色の実線は車線変更禁止です。車線変更禁止だとしても、だとしてもじゃなくて車線、おい、あなたが突っ張ってきてから、いいから来てよ、おい、メガネ。車線変更禁止なんだ、あそこは。そんなことは関係ねえんだ。関係あるよ。関係ねえんだ。車線変更状況によって読むのが、運転するのが常識だ。お前車線変更禁止で、車線変更とかなんとかとかいう話で、あなたの方が左に寄ろうとした時に突っ込んできたから。けどだから、おい、道路前にずれただけだ。おい、じじ聞けよ。道路交通法第26条の2項、進路変更する際は進路、ね、後続車の進路を妨害したならで決まってるの。そんなことは当たり前というか、それよりも前に行こうとしてる車を邪魔する方のがさらに危険だ。しかもスピードが、じゃあ道路交通法第何条ですか、あなたが言ってるのは。そんなことは関係ないだろ。関係あります。免許を持って走ってる以上は、ね、道路交通法に乗っ取って運転しなきゃいけないの。何とかいうことを言ったって何の意味もないだろ。意味がなくないだろ。意味がない。免許を持って運転してんだろ。そんな知識はどういう意味があるんだ。免許持って運転してんだろ。何条かなんていうのは。じゃあ何だよ。お前さ、お前いい年こいて小学生みたいなヘリって言ってんだよ。いいよ、あなたが言ってることが。お前がちゃんと謝れねえんだったら、お前人身事故で出してやるからな、お前。じゃあ人身事故でも何でも結構だよ。だけどね。だけどねじゃねえよ。そういうことは関係ない。あなたが非常に危険運転をしたということが問題なんだ。おい、じゃあお前の、じゃあおい。いや、僕はそれを主張する。お前のじゃあ進路変更禁止は許されるのか。進路変更はあなたが招いたことだ。は？あなたが危険運転でもって後ろから突っ込んできたから、しょうがないからずれただけだよ、前に。じゃあなんでずれてきたのにこっち入ってんの、おかしいだろ、会社がおかしいだろ。そこで、で前に入れたわけだよ。そしたら君の方がさらにスピードを上げて前でつっついて、ついたわけだよ。おい、お前さ、なんか小学生みたいなヘリクツこねてるけどよ。小学生みたいな。進路変更は禁止なんだ、そこ。心理検査の変更で、そんなことばっかり言ってたってしょうがないだろ。なんでしょうがないんだよ。あなたが危険運転をしたんだから。どういう危険運転で、おい。スピードアップしてきたんだよ。じゃあ何キロだよ。あそこ法定速度何キロだよ。あ、多分君のは90キロから100キロ。法定速度何キロだ、そこ。90か100出てた。おい。じゃあお前じゃ何か、じゃあ90か100キロ出てくるバイクがいたのにもかかわらず車線変更禁止で車線変更したのか。してきたからそこで危なくて、そういう風に。なんでそこ前入るんだよ。道路が言ってんだろ、だからさっきから。予定だからだよ。道路交通で決まってんだよ、車線変更しちゃいけないって。そんなことはない。車線変更をしようとしてるということはもう。言ったよな、道路交通法第26条2項、道路交通法26条の2項。こういう原理じゃないよ。おい、見てみろ、ほら、おい、読んでみろ、ほら、道路交通法第26条の2項は、車両は進路を変更した場合に、その辺、おい、警察と話しましょう。お前さ、大人なんだから、警察と話せよ。おい、警察と話しましょう。黄色の車線で進路変更してんだからな。進路変更したと言ったって、それはそうなろうと、あなたが危険を招いたのは間違いないわけだから。は？おい、直進と進路変更ってお前どっちが優先だか知ってるか。その場合に僕
っかけてきてる、それを後ろからやるような。追っかけてじゃねえだろ、こっちはもう直進で走ってんだよ。走ってるって言ったって90キロから100キロぐらいで走ったらおかしいだろ。80キロ90キロで走ってたら止まれねえよ。安全禁止で、あなたは加速して走ってきてた。おい80、90で走ったら止まれねえよ。俺1秒間で25メートル進むんだよ。だから25メーターぐらい後ろだったとしてもそれで加速してきたの。だからそれで進路変更したらいけないの、法律で決まってんの。だけどそれで危険を感じたからそこですぐには行けなかったってダメなことだよ。いやすぐに行けなかったってあんた、だから道間違えたんだろ。一番重要なのは違うよ、そんなことはない。あそこでいつもあんた道間違えたんだから。じゃあなんで直進のレーンに最初いたんだよ。直進のレーン、それは左側に車が止まってる。止まってねえよ。何言ってんねんあんた。そんなことしないだろ、行ったり来たりなんて。その方が危険をよく。じゃあ何？だから黄色の車線変更はいいわけ？黄色の車線変更のところではない。だからそれは最後のところであんたが黄色の車線変更ではないというか、あなたがだから現場行こうよとにかく。おい、俺カメラついてんだって。だから。だから現場。お前のイエローカットが全部映ってんだって。現場行く。ねえ。都合悪くなるとそうじゃ、ね、最初から言ってるよ、現場で確認しよう。だってそうじゃないと水かけるんだろ。水かけるんじゃ、俺は道路交通法でちゃんと言ってんだよ。進路変更禁止で、事実の話とは別だって。車線変更禁止で車線変更していけないって言ってんの。そんなことは関係ねえと。あなたは一番もっと本質的なものを忘れてる。だから安全義務違反を果たしてる。だから90キロで走ってたら止まれねえよ。はるかに思い詰め、90キロで走っちゃいけないんだよ。その前に止まれねえよ。90キロで走ってたら90キロで、いやその90キロの波に走ってたわけだよ。は少なくともものすごい速さで追っかけてきたのは僕は気がついた。追っかけた。だからそこで遅れたんだ。なんで俺があんたを追っかけてんだよ。俺が直進で走ってんだろうが。単に直進で前に早く行きたかっただけだろうがよ。それお前じゃねえかよ。それはさ、僕は単に左折しようとしたところであなたに邪魔されただけだ。邪魔されたらこっちのセリフだよ。ほら俺のクラクションとパーンと。いやでそのままピューって行っちゃったから俺もついてた。相手の人はあ、間もなくちょっとお前さんに言われて分かりました。俺と同じこと言ってませんでした。どうですか。ちょそれをちょっとお前さんの口から、あ、じゃねえ、お父さんの口から言って。だから、うん、で、まあ、さっきね、お前さんたちにご来客を見せたんですけど、一応見ます。一応見れる。そうそう。そうそう。で、お父さんさっき言った俺に時速何キロ出てるって言ったか覚えてる？九十キロぐらいです、うん。さっき言ったけど、これねさっきちょっと Wi-Fi の方でね電波飛ばしてさ、ちょっとこっちの方に出したんですけど、でさっきもほらお父さんに言ったけど九十キロで走ってたら一秒で25メートル俺進んでくる計算になってる。接触部分があそこなんですよ。25っていうことは俺がだからこの辺にいて1秒後にここに到達するっていう計算になっちゃうから、それは筋が通らないし必ずぶつかってるんですよ。でさっきの制動距離とかどうのこうのと言ったと思いますし、ちょっとバインダーいいですか。これがもうそこの、ま、マンホールですよ、はい、分かります。これもまたいちゃってるな、入ってきます。ちょっとこれもね、ちょっとスローでやるよ。もうこんなの俺も避けれるわけないんだから、ほら。ちょっと避けて。ああ、いいよ。これどうすればいいの。いや、これで日陰つくんだよ。だからほら、これでちょっと見えなくなっちゃうから。日陰で、ちょっと日陰が、はい。お父さんがこれ来るでしょ、はいはい、もうこう黄色またいちゃってるから。はいはい、こんなのもう避けれるわけないんだから、これ。はい、それで。で、これもぶつかってるわけだからさ。ね、これがもし本当にこの後はないんですか。今のところから先は。これだから俺のクラクションの音ね、うん、でこれでお父さんこれ言っちゃうとダメでしょ。これ言っちゃダメだよ。いや、まあ、とにかく車線変更したのは間違いないですよ。
君は車線後もそうだけど、はい、ここでもし、うん、ごめんごめん見てなかったとか言ってくれればこんなことになってないですからね。それはだからお願いしますよ。まあこの辺よく使うみたいなんで、まああれかもしれないですけど、慣れてる道でも、ね、みんながみんな同じ動き前にするわけじゃないじゃないですか。それはそれでいいですか。俺の言ってることってなんか間違ってることありました？さっき。いやいや、なかったですよね。これいいですか。俺は別に別にそれ以上言うことないし、求めることないです。まあ俺もだから言葉遣い悪かったら問題ない。なんか言いたくないって言ったら、だから、だからそう、そう、そうなんだよ。やりたいんだろうね。そう、だから、もう俺もだからそれ突っ込もうと思ったんだけど、もうそれ突っ込んじゃうと、もう話がどんどん、あの人の人生に、そう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 、来ちゃうから。だそうじゃん、ね、だから年上とかさ、免許を長く保有してるっていうプライドが邪魔するんでしょ、こんな若造に言われて。だって人に謝る態度じゃないでしょ、こんな腕組んでさ。うん、え、じゃあお前さんたち結構言ったの？言いました。言った言った。俺30分ぐらい待ってずっと話してさ、どうしちゃったんだこれつって。え、でもさ、悪いとこ認めてもらわないと。そう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 、怒っちゃうから。で、今さんとも俺長いんですよ。あ、そうなんだけど、ね、うん、そのほらやっぱロビンより証拠じゃないですか、もうカメラ出したら一発なんだから。そうそう、だからそれで見て私たちも間違いないっていうのと、うん、傷もね、それがあったから一応そこの、うん、なに最初やっぱそんな感じだと思われたんですよ。まあね、だからそもそも信号変更禁止知ってんのかなと思ったんで、その辺はもうきつくお灸据えたんです。でも、え、結構どんな感じで逆らってきた？やっぱ何、ああ言えば、そうそう、うん、まあいろいろね、主張するところは主張してこられる方だったんで、そこをちょっと一応道交法に基づいての話をしてます。また今日1号、うん、俺3号、3号、ずっと3号、3号、ちょっとパトカー見て帰りたいんだけど、やっぱ珍しいあれあったっけ。まだあった。なんかまたぐちぐち言ってたよね。あれコツ？あれコツ？あのコツの人とあと俺の相棒がいるんで。あ、あれ相棒か。あれお前さんコツだもん。あ、お前さんがコツ2人に。あ、お前さんがコツだ。まあまあこれを着てなければ。あ、そうなんだ。あ、こっちだったらコツ。あ、なるほどね。またぐちぐち。俺もちょっと話聞いて、ブチブチというか違う傷とかがあって、あの車がねちょっとねバーストしそうなところもあったから、それをね話とかしてね、いろいろ車を修理した方がいいよとか、この車運転しない方がいいよって本当だよ。